バンタムの、バンタム三銃士で言うところのパワーフィニッシュやっとる奥田さん。奥田さんの、手掛け取るモデルがパワーフィニッシュになるんだけど、そこら辺があれば、普通に海でも通用しますよ。バンタム三銃士でしょ。バンタム。ちょっと年齢層高いけど。年齢層高いけど、バンタム三銃士でしょ。奥田さんと、山木さんと、伊予部さんと。ちょっと年齢層高いけど。バンタム三銃士 VS リベリオン三銃士で、ちょっと勝負してほしいもん、バッスリの。メーカーが、メーカーが3人揃えるからやねんか。メーカーが3人揃えるからやねんか。仕方ないよ、だって。ね。新進気鋭のリベリオン三銃士 VS、ベテランの腕を見せる。ね。もう山木さんとか奥田さんとかってさ、もうほら、ね。バス釣りのね、業界においてもうね、本当にもう上から数えた方が早いような、ね。もう、すごい人たちやねんか。ね。そのね、その三人が、もうバンタムとリベリオンっていうね。このね、コンセプトは一緒だから。コンセプトは一緒だから。この三銃士が戦うね、あれが欲しいな。なんか番組を一個やってほしいもん、普通に。リベリオン三銃士 VS バンタム三銃士。絶対面白くない？ほら、ほら。今ほら、大会、この、梅田さんとかさ、もう大会で今バリバリに勝っとんねんか。ね。ね、最近のバストーナメント、この梅田京介っていう人、ボロ勝ちしとるんよ、今。いや、このね、やっぱ、最近その大会でノリに乗っとる、彼と、そうだな、まあ、イヨケンさんかな。イヨケンさん、もうアメリカの大会にガンガン出とる、ね、イヨケンさんが、まず先鋒として戦って、ね。で、あとは、まあ、佐々木さんと、どうやろな。まあ、佐々木さんと、あとは、奥田さんかな。佐々木さんと奥田さんで、割となんか中堅的な、中堅的な戦いで、で、あとはね、大ベテラン。大ベテラン山木和人に対して、俺たちの小池が、俺たちの小池がどれだけね、リベリオンを起こせるかですよ。リベリオンを起こせるかですよ。反逆の政権リベリオンでね、世代交代を狙うわけですよ。絶対面白いと思うけどな。普通に俺見てしまうもん。バスとかマジで、興味ないけど、この三銃士 VS でやるんだったら、マジで見たいもん。こいけ、こいけ。でも大ベテラン。いやー、普通に見たいけどな。すごいやん。度重なるフィールドテストを経て決定したリベリオンの色使い、そして質実剛健な使用感は、リベリオン戦士たちの心をわしづかみにして離さない。ほら、もうほら、リベリオンを使う人たちをリベリオン戦士って言っとるからね。すごいやん。リベリオン戦士って言うからね。リベリオン使いのこと。だから、シャコとかもリベリオン戦士なわけよ。彼もほら、リベリオン使っとるから。リベリオン戦士ですよ。みんなもリベリオン戦士になったらどうですか？バス関係、興味ないけど、リグをソウルトに。でも、結局一緒やからね。むしろ、魚が見慣れてない分、バスのルアーを、海で使うことって、普通にありだと思いますよ。リベリオン戦士って言うんだ。反逆の狼煙。すごいな。
誇り高き反逆者たちのウェポン、リベリオン。聖なる剣は野心的な若きトップガンたちが日々研ぎ澄ましていく。聖なる剣は野心的な若きトップガンたちが、霞ヶ浦水系を主戦場に日々常に次なるステージを走り続けるイースタンのダイナモ佐々木。九州は東賀川で言うんかなを根城に西日本各地のフィールドを渡り歩き、元ショップ店員という異例の肩書きを持つチーム最年少、ウエスタンのバトラー、梅田京介。そして、国内最大マザーレイクで名を馳せる腕利きガイドにして、プロトーナメントでも腕を鳴らす、セントラルボランチ、小池。恩賀川か。恩賀川って言うんだ。すごいやん。かっこいいな。トップガン。すごいな。これ誰が考えたんかな。ダイワの社内会議とかで考えたんかな。すごいな。ウケる。マジでウケる。反逆の政権リベリオン。みんなもリベリオン戦士になりませんか？まずはこの 631MRB から。何にでも使えるオールマイティって小池が言っとるから。いいなぁ、なんか、いろいろ落ち着いたら、琵琶湖で、小池さんのガイドでバス釣りしたいな。いいな、霞ヶ浦水系行ったら、おるんじゃないですか？佐々木さんとか。ああっつって。で、写真撮ってもらって。イースタンのダイナモと写真撮ったみたいな。小池ガイド行って、絶対楽しいよなぁ。リベリオン、反逆の政権リベリオン、いいなぁ。リールはタトゥーラなんだ。へえ。楽しそうやな。でもバンタム30周も負けとらんからね。やっぱベテランにはね、ベテランの戦い方があるから。いいな。小池スティーズ。リベリオンのパックロットは出ると思いますよ。ゾディアスのパックロットが出たってことは、リベリオンのパックロットも普通に出ると思いますよ。それはもうね、それはもうね、反逆の政権リベリオンだからね、やっぱ魔王ゾディアスを倒すためにね、それはもちろん、リベリオンのパックロットは出ると思いますよ。うん。普通に出ると思います。どうなんだろう、リベリオンの。でも富山の釣り具屋のあのバスロッドの売り場、今、リベリオンからゾディアスに変わったんよね。エアエッジパック出してたからリベリオン出す。ああ。ありそう、ありそう。お、もうすぐで車庫8000人じゃないですか。お、すごい。8000人だ。すごーい。いや、バンタム三重士 VS。 いやー、見たいなー。
いや、バンタム三重士 VS。リベリオン三重士。見たいなぁ。いや、エキサイティングしとるやん。かっこいいねが。イオケンさんかっこいいねが。富山西部でバス釣りするとこマジでないんだけど、中部にはある感じですか？いや、富山でバス釣りは西部にしかないですよ。